はい、アクタスの植物のガイドしてます、曽我です。お願いします。お願いします。今日はちょっと器、植木鉢に関してちょっといろいろ紹介できたらなと思います。はい。で、まあちょっと僕植物もすごいこだわってるんですけども、それよりもなんか本当鉢カバーだったり植木鉢、もしくはフラワーベースだったりとか、そういったもので結構本当に植物って表情がガラッと変わるので、逆にこれだけマスターっていうかお気に入りの子を見つけられたら、インテリアは一気にスタイリングもワンランクアップするかなと思ってます。で、今日ちょっと紹介する5選っていうところなんですけども、ちなみになんですけど、はい、どれぐらい鉢はお持ちなんですか？鉢で言ったら出してない鉢とかもあったりするんですけど、50以上60ぐらいはあるんじゃないかなとは思います。わかりました。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。早速なんですけども、この2つ、このシリーズ、まあアクタスでも置いてる鉢にはなるんですけど、このグレーでちょっとマットな感じで、ちょっと薄めなシャープな作りというかっていうのが、まあ、特徴で、これ同じ素材の、まあ、シリンダー型というか円柱型っていうんですかね、があって、これも受け皿がついてて、なんかそこも込みでちょっと綺麗に収まってるようなシリーズなんですけども、これはもう本当にインテリアどんなインテリアでも合うんじゃないかなっていう、本当癖がないというか、だけどスタイリッシュでモダンに飾ることもできるし、だからこう例えばこう無垢の明るいトーンのお家にも合うと思いますし、それこそこうちょっと濃い家具にもあったりとかするので、なんかどの植物どの鉢合わせていいかちょっと迷うなっていう時とかは、これなんかはもうおすすめだなと思います。本当に迷ったらもうこれやっとけば、合わせとけばもう間違いないっていう感じじゃないかな。万能タイプ。万能タイプですね。これはすごい使いやすいですし、あとサイズもバリエーション豊富なので、なんかお好みのサイズで合わせることもできるかなとは思います、うんうん、そもそもなんですけど、うん、鉢って鉢に土を入れて使うのかなと思ってたんですけど、今見てると、うん、プラスチックの鉢、はい、そうですね、というかプラスチック鉢に入れたものをポンと入れてるだけみたいな風に、はい、使ってらっしゃいますよね。うん、僕はなんか2パターンあるんですけど、結構このただはめてるだけというかっていうのは多いです。で、理由っていうのが、結構模様替えすることが僕多いので、それに合わせて植物も一緒に模様替えしてあげる、鉢を模様替えしてあげて楽しみたいので、だからあえて植え込まずにこうはめてるだけっていうのはそういうのを意識して、だからなんか植え込んでしまうといい面も悪い面もあると思うんですけど、まあいい面はもちろん育てやすさだったりとかはあると思うんですけど、悪い面で言ったら、その植え込んでしまったらやっぱりそう引っ張り出せないので、ちょっと模様替えしたいなとか、例えば新しい家具にしましたとか、新しいなんかラグにしましたとかって言った時に、前の鉢とこのラグは合ってたけど、新しく買い直したラグだったらこの鉢がちょっと合わないなとかっていうのが出てくると思うんですけど、でもこれだったら本当にお洋服着替えるみたいな感じで、もうシーズンによってちょっと変えてみたりとか、例えばなんかちょっとクリスマスが近づいてきたら、ちょっとそれっぽいカラーリングのものを目のつくような位置に置いてあげたりとか、なんかそういった感じで本当自由にインテリアと植物を楽しむっていう意味においては、あえてはめない方がいいのかなとは思います。で、でも僕の中であと大きいのが、なんか陶器鉢に植え込むイコール正解とも思ってなくて、育てる面でも、どっちかって言ったら例えばこういう今これとかはちょっと植えてた鉢が風で飛ばされて割れちゃって急遽これに植えてるんですけど、このプラスチックの鉢でこうスリットの穴が開いてるタイプ、これは本当水抜けがいいので、結構屋内管理する時とかでちょっと根詰まなんか水あげした後に根腐れが心配とか、そういった方なんかは逆に陶器鉢でちょっと鉢穴がちっちゃい陶器鉢に植え込むぐらいだったら、ちゃんと水抜けのいいこういった形のプラスチックに植えてあげて育てる方が
良かったりもするのかなとは思うので、なんか一概に全部が陶器鉢に植え込むが正解じゃないのかなっていうのが僕の考え。途中もちろん植え込む方が大正解っていう風な、もちろんいろんな人の育て方の感覚があるので、もちろん合うものにしたらいいのかなと思うんですけど、なのであとは大きい植物とかって植え込んでしまうとどうしても持ち運びが大変で、そこもまあデメリットになるのかなと思うんですけど、でもこれだったら、これも同じようなスリットの鉢に僕植え替えてるんですけど、こんな感じでもうこれだけ運べるし、掃除するときにどかしたいよって言ったときとかに、やっぱり女性の方とかだったら一人でなかなかこう大きいものを移動するの大変だと思うんですけど、こうやって別個で植え込まなければプラスチックだったら軽いので持ち運びもしやすいですし、それこそ模様替えしたいよ、植物今ここに置いてるけどなんかちょっと配置替えした時にこっちに移動したいよっていう時とかにちょっと重いとやっぱりそれがなかなか難しかったりするので、そういった意味でもなんかあの全部が植え込まないでわざとプラスチックで育てるっていうのも一つの手なのかなとは思いますね。そういう意味でアレンジっていうところになると2つ目ですか、うん、そうですね、このモンステラ今植えてるというか入れてる容器、これは普通のバスケットってこう網のバスケットを、まあ、多分植木鉢用で売ってるやつじゃないと思うんですけど、洗濯物とか入れたりとか普通にそういった使い方するものだと思うんですけど、それに入れてるっていうので、ただこの網が粗いのでどうしても中のプラスチックの鉢が見えてしまうとインテリア性にちょっと欠けるなと思ったので、今ちょっとエコバッグとかなんか多分溢れ返ってる方もいると思うので、それをなんかわざと鉢にセットして、あ、そういうことですね。そうです、そうです。だからこうあえて二重にしてアレンジしてるっていう感じですね、はい、だけどこうすることでなんか普通には売ってない合わせというか、うん、なんかお家の雰囲気だったりとか、結構エコバッグとかデザイン可愛いの多いので、なんかそういった意味でも鉢に一気にデザイン性が出るっていうようなところはあるので、なんか陶器鉢だったりとかそう化粧鉢に植え込む入れ込むとかはめるだけじゃなくて、意外と自由にこういった楽しみ方もできるのでいいのかなとは思います。だから自由に、はい、なんかカバンはカバンじゃなくて僕は結構、うん、もしかしたら使えるんじゃないかなとかっていうような感じで使ってますね、うんうんうん、だからそういう意味でもこう民芸屋さんで買ったただのバスケットの器もあえて鉢にしてみたりとか、これとかもそういうようにあえて鉢に植物はめてみたりとか、なんかもしかしたらこれ入れられるんじゃないかなっていうような感じで物を見て選んでるっていうのはありますね。植物が成長してきた時にやっぱどうしても剪定っていうのが起こるかなと思うんですけど、そういった意味でもこれなんかもまさにちょっと下瓶をこういうふうに生けてあげて可愛く育てる、要は増やしていくこともできるし、これもまたなんかスタイリング的に素敵に収まるので、なんかこういう他の雑貨だったりとかと一緒になんか連動させて飾ってあげる、あと植物だったら大きくなっちゃうと大きくてちょっと置けないなっていうところ、これだったら結構いろんなところに置けるので伸びてきた時に切ってとか、まあ、これは普通に切り花用で多分出てるようなものですけど、うん、なんかこういう風に自由になんか植物は鉢で楽しむものじゃなくて伸びてきたのを切ってまた違った楽しみ方もできるよっていうのは、こういうちっちゃい瓶がいっぱいあればなんかいろいろ楽しめるのかなとは思います、うん、そういった意味でちょっと切り花っぽいお話をしたので、これも結構お気に入りで、可愛いですねこれ、うん、これはファットラバー、まあ、ドイツの製法のものなんですけど、結構ファットラバーだっていうものは多分ご存知の方いらっしゃるかと思うんですけど、もうちょっとゴツゴツしたイメージをされるかと思うんですけど、これなんか割とシンプルというか、で何よりもこの絵、このパウル・グレーのポスターっていうか、こういったものの色がものすごいマッチしてるなっていうのもあって、なんかこれ一緒に絵とお花を楽しむスペースみたいな感じで、なんかトータルで気に入ってるっていう感じですね、うん、なんか色が連動しててスタイリング的に素敵かなと思って、それに合う切り花も定期的に
中身変えてあげるだけでも、またこれ同じ容器と同じ絵でも全然表情がまた変わって見えるので、うんうん、なんかそういったのはすごいいいのかなと思いますね。これもちっちゃいタイプのフラワーベースで、これはちょっと旅行行った時とかに、僕は結構こういうそのところにしかないお店に行くのが好きで、そこで買ったんですけど、これ福岡のお店で買って、これはヴィンテージのフラワーベースなんですけど、なんかやっぱりこのヴィンテージのならではというか、なんか今っぽくない感じで素敵だなと思って、で僕が結構こう古いものとか民芸品だったりとか、ちょっとこういった色が入ってるものとかがすごい好きなので、なんかちょっとすでに持ってたこのメキシコ、どこだったかな、ウアテマラって書いてますね、の民芸のものと合うだろうな、色味合うだろうなってなんかイメージでしてて、それでじゃあ一緒に飾ろうっていうので置いてるものにはなりますね。なのでこのお花とかもちょっと本の色ちょっと寄せてあげて、なんかそう、例えば本を見えるものをちょっと色変えて、じゃあお花をちょっと、例えば本を赤にしたらお花もちょっと赤い子モチーフに入れてあげようかなとか、なんかこうちっちゃいスペースでもちょっとした楽しみがあるので、なんか本当容器がいろいろあるだけで本当さまざまな楽しみ方ができるので、フラワーベースだったらお花を生けるっていうのももちろんできるんですけど、なんか全然ここに伸びてきた葉っぱを切って入れてあげるでも全然いいと思いますし、なんかそういったなんか植物は鉢で育てるだけじゃなくて違った楽しみ方もあるようだったりとか、植木鉢だけが正解じゃないよ、いろんなもうちょっといろんな幅を利かせてもうちょっと楽しめるんじゃないかなとかっていうのが、なんか僕の中では結構好きでいろいろ楽しんでるかなっていう感じですね。これはちょっと今同じシリーズのサイズ違い、同じ素材のスチールなんですけど、うんうん、素材のサイズ違いで置いてて、まずシャープで、あとこの色が合わせやすい、本当にこういう色の家具にも合わせやすいのもあるんですけど、これは大きいのもあるんですけど、これ本当に軽いのでちょっとした移動するときとかもすごいお手軽に移動できるっていうのもあるし、うんうん、陶器だとどうしてもなんかって時に倒れてしまった割れたりとかっていうのがあると思うんですけど、これスチールなのでまずそこの心配がないっていうのはあるかなとは思いますね。あとちょっと癖あり系というか、これちょっと盆栽鉢なんですけど、この入れてる植物がちょっとほんと盆栽っぽい形なので、これはちょっといろいろネットとかいろいろサーフィンして探して、ちょうどなんかこれもレゴ入れてる容器もちょっと同じようなトーンだなっていうのがあって、極力揃えてちょっと異質な感じ、いい意味で浮いてるけど、なんか色のトーン的にはなんかシックなので、なんかうちには合うのかなと思って、これも結構いいなと思ってます。厚みもすごいですね。すごい厚いですね。めちゃくちゃ重たいですから、うん、分厚くて、うん、なので結構こだわってる人は多分有名な作家さんの、うんうん、陶芸作家さんのとか使われるかなと思うんですけど、この特にも本当そういうのじゃなくて、シンプルに形と見た目が合うだろうなっていうので選んだ感じですね。なんか聞いてるとなんか選択肢が無限すぎて、うん、無限の選択からちゃんと選んでるわけですね。そうですね。ただアクタスではもうアクタスの家具に合うものをもうピックして置いてるので、逆に僕なんかは結構探すのが好きなタイプの人間だったりとか、あこれが合うんじゃないかな、あれが合うんじゃないかなとかっていうのが割とそういった時間を苦じゃないんですけど、どうしてもちょっと探すのが苦手とかそういった方も多分いらっしゃると思うので、アクタスの場合はもう合うものを本当に絞って並べてるので迷うことは少ないのかなと思います。一つあるのは植木鉢だったりとか植物入れるものは全部植物屋さんだったりとか植物置いてるお店で探すんじゃなくて、それこそこれとかも民芸屋さんで見つけたものとか、なんだろう、植物屋さんじゃなくてももしかしたらいろいろ発見だったりとかなんか見つけられるので、日頃のなんかお買い物でなんかそういった
のを意識しながらちょっと物を見ると意外とあこれ使えるんじゃないかなみたいなのがあるかなと思いますね、うん、こういう鉢、これもともと受け皿ないタイプの鉢ですけど、うん、あえてお皿敷かずにファブリック敷いてなんかそのコーナーを作るみたいなのはやってて、これもそういった感じでやって全部なんか同じ棚の中でコーナー分けをこうファブリックで分けたりとかしてて、うん、でここもそうですね、うん、そういう風に分けてやったりとか、なんか受け皿は受け皿じゃないと、植物用の受け皿じゃないとダメとかそういうのは なくなんか自由になんかテイスト揃えて楽しんだりとかしてもいいのかなと思います、ね、確かに。じゃあ今回はちょっと鉢、器とかそういったところをちょっといろいろお気に入り5選、ちょっと話脱線したところもあったかと思うんですけども、ちょっとご紹介させていただきました。もちろんなんでアクタスで置いてるものもたくさんあるし、逆にアクタス以外でも植物の楽しみ方、器の楽しみ方って本当いろいろあると思うので、なんかいろんなお店回ってもらってなんかお気に入りの合わせだったりとかインテリアを楽しんでもらえたらなと思います。以上、植物のバイヤーしてます曽我でした。ありがとうございました。ありがとうございました。